ワールドカップの代表活動中にみんながちょっと流行ったものとか。はい。あの MBTI テスト、あの性格診断テストっていうのがなんかこうチーム内でちょっと流行ったというか話題になって、ちなみに私は管理者です。まあ個人的に記憶に残ってるのは、一人好きのチームプレーが苦手っていうのだけはしっかり覚えてます。なぜかというと、あ、そのまんまだなって思ったんで。もう長年あのチームプレーと団体行動してますけど、一番苦手なのは団体行動とチームプレーですと自負しております。なんかみんなは、あ、上野さんですねみたいな感じなリアクションは取ってくれてたんですけど、ですね、同じタイプの人はキャプテンの石川です。お、確か。まあでもなんだろう、結構なんか正義感が強いとか石川っぽいなっていう感じのところありましたよ。はい。まあイコール私なんですけどね。真面目でコツコツ努力する規則の鬼らしいですが、はい、周りからしてみたらそう思われてるだろうなっていう感じはあります。なんか別に頑張って何かをやってる感覚ではないので、なんかこうやりたくてやってるっていうか、自分の意思がほぼほぼ基準なので、こうなんか頑張ってやってるってよりはそれが自分にとって必要だからだとか、なんかやらなきゃいけないことだからとかっていう感覚なので、なんかその自分のパフォーマンスを維持するために必要なことをやってるだけだから、全然頑張ってる感はないです。まあでもまあ確かに周りから見たらそんなのかなみたいな感じです。はい、はい、誰と相性がいいはちょっと覚えてないんですけど、逆に相性が悪いのはイタリアの合宿中に、大会中にあのずっと同じ部屋で共に生活をした坂本美桜選手と、実は相性が悪かったっていう結果でした。でも全然そんな感じなかったんですけどね。まあ多分、まあ、年の差もあるんで、まあもうほぼほぼ気使わせてたと思うんですけど。ご本人はそれ知ってるんですか、坂本選手。なんかあえてそのことで話はしてないです。らしいよとかぐらいしか、だからそこは別に深追いするとこじゃないんで。相性が悪いと嫌いは違うと思うんですよ。別に相性悪くても一緒にいることはできるし、好きにもなれると思うし、そこはなんかこう相性が悪いから嫌いみたいな、なんかその感覚には私はならないので、だから相性がいいから好きともならない、むしろ相性がいい人誰か分かんないしっていう。こういう性格診断とかやるんですよね。でもみんなになんかこう やってやってって言われてやったって感じですね。自分で読んでて、あ、うんうんうんってなりました。結構当たってると思って、基本的にあのマイペースなので自分の時間を大事にしたいっていうか、自分のやりたいことをやりたいって思ってるタイプなので、うん、まあ、ソフトボール競技だからみんなに合わせてやってるっていう感じ、なんかちょっとした仕事感覚です。ということはピッチャーっていうポジションはやっぱりあっても合ってると思います。なんかこう自分が結果出すためにやるべきことをやるっていうことをやっぱ唯一許されてるポジションだと思うし、だからこそなんか野手じゃなくてよかったなっていつも思ってます。外から見てて、あ、野手は大変そうだなって若い時から思ってました。結構なんかうちのチーム内でも、自チームのビッグカメラのチーム内でも結構流行ってるみたいです。赤妻が全員のなんかメモっているとか言ってましたもん。めっちゃコーチじゃんとかでこの性格に応じてなんか指導の仕方を変えてどうしたこうしたみたいな。赤妻さん、いや分かんないですけど、なんかそういう風に捉えてるのかなって私は思ったんですけど、なんかさすがキャッチャーとの分析していると思いましたけどね。あんまその結局誰が何かまでは興味がないっていうか、それに左右され
ってないっていうか、なんか別に誰だから何だからとかっていうふうにはまあ見てないので、実際その話を聞いて性格を聞いて、あそのまんまだね、合ってるねとかっていう話で盛り上がるっていう自分を知るっていうところにつながってくれれば、まあ上手にソフトボールに生かしてくれれば、まあウィンウィンじゃないのかなと思いますけどね性格が合うとか合わないとか、こういう性格してるとかああいう性格してるとかで、まあ、そのチームの雰囲気が和んでいく、会話を増え、コミュニケーションが増えていくっていうのはやっぱりいいことだと思うので、そういうのは大いに使いたいと思いますこれからもよかったらコメントをよろしくお願いします。